ペロってこんな感じ。はい。じゃあ次は、この手袋、取り替えます。はい。じゃあここに、また、デコパージュの、デコポッチを塗っていきます。なんで上からまた塗るの？っていうと、本当はデコパージュっていうのは、下から、下に貼り付ける下地と、上からコーティングするコーティング剤っていうのが必要なのね。2種類必要なんだけど、私が持っているデコポッチというものの種類の中には、オールパーパスという種類があって、それ私使ってるんですけど、下地にも、なるし、上のコーティングにもなる。で、これを後でレジンで例えば埋め込もうと思うと、これ1本でできちゃうんですよ。だってすごいよ。服についたらまず取れないからね。それぐらい強力だから。で、これは後で、ここ、レジンで、実は、閉じ込めようと思ってます。はい。では次は、プッシュピンを作っていきたいと思います。まず、だいたい3分の1か半分ぐらいに、こう入れて、茶色っていうか、オレンジだね。オレンジの、ビーズがあったので。2つ見。いい。そうだなぁ。どうしようかなぁ。これ、イメージかぼちゃね。じゃ、これでちょっと硬化していきます。はい、次に、ちょっとだけレジン入れて、シェルパウダー入れてみようかな。初めて見る人は何やってんだこいつって思うかもしんないけど、ちょっと待ってて。ごめんね。はい、じゃあこれで硬化していきます。見えづらかったらごめんね。これを、ちょっと満タンぐらいまで入れて、これをめっちゃたくさん入れる。はい、それでここにこうやって入れていきます。で、これをこのまま溶かしていきます。はい、じゃあここに、乾いたので、レジンを、たーっと、すく伸ばしていきまーす。で、前回もお話ししましたけども、レジンって万能じゃないんですよ。いつか壊れるし、黄ばんでいくし、ガラスみたいに、割れなければ大丈夫ってわけでもないんですね。なので、レジンも万能じゃないっていうことだけは、皆さんに知っていただいた上で、今、こうしてお作りしているわけなのですが、手軽ではあるんだけども、ただ、1年ぐらいすると極みます。それに関しての責任が持てないと言ったら、ちょっと、失礼な言い方になっちゃうけども、それは本当申し訳ないです。はい、それで、いろいろパーツを乗っけていきたいんですけど、そのまま乗っけるとね、ずれちゃうものがあるんです。丸カンがあるんですけど、これを、ここに、まあ、適当に置いていきます、こうやって。その上に、こういうのがあるんですけど、これアソートで、売ってたんですよ。で、こういうのを、こうやって、乗っけるだけでも、全然違います。
よし。はい。とりあえずこれで、硬化してきます。てか、マスキングテープを取っておけばよかったと激しく後悔できます。これが、プッシュピン。ブスって刺すとこれ可愛いんだよ。で、ちょっとだけ硬化してきました。で、硬化してきたんだけど、ちょっと、先に剥がす。そんなが重たいね。よいしょ。この状態が本来の状態です。硬化してみます。ちょっと心配だから埋め込む。で、今素手でやってるのは、ごめんね。で、この時に、外側にはみ出すのはいいけど、まだいいけど、内側にはみ出したら、台無しになっちゃうから、気をつけよう。ちょい硬化してきます。で、この辺ね、今、作った、ちょっとハロウィンっぽい、プッシュピン。これは、キューブ型のものに、下3分の1ぐらいを、こう、透明レジン入れて、あれ？向こう側に、バラとかが来るように、まあ、ほぼバラなんだけど、てか、こういうのに入れるパーツでバラしか思い浮かばなかったんだけど、まあ、途中で硬化して、で、ピンを入れて、カラーリングをして、こういうプッシュピンを作りました。これね、持ちやすいし便利だよ。開けまーす。ここに、このプッシュピンを、こうやって刺して、で、こうやって、こうやって、で、そこに、先ほどのキーリングたち。こうやってかけて、ちょっともうちょっと上かな。まあ、いい感じの位置で。で、はい。ただ、ハロウィンなので、もう一工夫したい。これだといつもと同じだから。ふん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 。みんな、何をすると思う？私のやることだよ。想定外のことさ。なんと、ババーン。これは、100均に売ってた、これ。ハットベヘアピン。ベール付き。このベール付きのやつが、蜘蛛の巣みたいな、仕上がりになってんのよね。レースが。これを、中に入れる。こういうのを作れるときもデコポッチ。なんでボンドにしないかっていうと、デコポッチの方がね、粘着力があるから。はい。では完成しましたー。いえいえ、パチパチパチ、中に蜘蛛の巣の、この、歯切れっていうか、100均のパーツから、ぶんどった分を、貼り付けてみたぜ。まだちゃんと乾いてないので、怖いけど。で、これをすると、結構こういう暗い色だと、暗ぼったくなっちゃうのよね。だから明るい色も作ってみました。表側。こういう方がいいか。うん。じゃあハロウィンポークはなったかなって思います。で、ここにもマスキングテープを貼りました。マントシリーズのね。どうしようかなと思ったんだけど、塗るのもなんかなと思って。これマステを貼っただけなので、剥がしてまた別のをつけるっていうこともできるようにしておきました。
だけど、ここにはもうレジンをつけちゃってるので、ここは変わりません。早速、中にしまっていこうかな。せっかく作ったからね、いっぱいつけたい。で、何色がいいかな。わーい。はい、こんな風になったー。わー。ハロウィンっぽいか？この辺がなきゃ全然ハロウィンとかどうかわかんないね。で、これは今明るくして撮影してるんだけれども、明るくしないと、中に何が入ってるかわかりづらいかな、私から見ると。うん、でもいいんじゃないかな。わー、できたー。いやー、時間がかかったー。作成時間は6時間です。今回の動画は長くなったと思います。ごめんなさい。はい、では、こんな風に、100均のもので好きなマステとか、好きなパーツを組み合わせて、キーリングケース。例えば B サイドレーベルさんのキーリングが大好きだという人とか、あと、それこそ鍵を入れておいたり、あと、ネックレスとか、かけておいたりするのもいいかもしれないです。で、この、作り方は以前やってます。プッシュピンをこういう風にするの。で、その URL ちょっと載っけておくので、もし、作る、詳細を載せておくので、見ていただいてもいいと思います。ちょ、ごめんね、今回これ、詳しくやらなかったね。はい。では、ハロウィンっぽく、キーリングケースをデコってみた、でした。はい。ご視聴ありがとうございました。それじゃ、またねー。このチャンネル、ノアステーションでは、レジンで何作ろう？レジンなどはあるものの、どうしたらいいかわからない。そんな方々のヒントやアイデアといった、笑顔の種を作るお手伝いができたらいいなと思います。まだまだいっぱい動画を上げていきますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。